聞いたわよ。あなたユフィのユニットに拾ってもらったそうね。ええ。はあ、ご家族もお気の毒ね。あなたが大勢の前で無様な姿を晒して笑われるのを見ないとならないなんて。ほんと、なんであんたみたいなのがうちの学院にいるんだか。見苦しすぎて友達として見ていられないわ。レレナさん、恐れながらどうか一つお願いしたいことが。あら先生、何なりとおっしゃってくださいませ。ありがとうございます。では、いい加減耳が腐りそうなので黙ってくださいますか、このメスザル。この私に向かってなんてことを。あなたはメリダ様のことを何も分かっておられない。無名貴族が公爵家の使用人になって浮かれているのかしら。どうせ家庭教師って言ったって絵本でも読み聞かせてお給料をもらっているだけなんでしょ。彼は最高の先生よ。バカにするのはこの私が絶対に許さない。試合であんたをギッタンギッタンにしてやる。言ったわね、落ちこぼれが。なら楽しみにしてるわ。あっ、言っちゃった。どうしよう。どうやらお嬢様は自分自身のためでなく他人のために力を発揮できる子らしい。